というわけで、はいはい、岩さん来ましたよ。いや、ちょっと暗いですよ。僕はもう寝る時間なんでね。いやいやいや、そこまでじゃないです。夕方ですよ、夕方ですよ。いや、もうおじいちゃんですから。いやいやいや、はい、そんなこと言わないです。はい、岩さん、はいはい、宮城県、はい、仙台スプリングバレー泉高原に来ております。いや、寝て起きたらもうゲレンデついてますよ。あなたずっと寝てただけですけどね。私必死に運転してましたよ。あ、そうなんです。ずっと。ありがとうございます。本当に全く、はい、あの岩さん、はい、なんかね、はい、ここスプリングバレー泉高原では、はい、パークがナイターでも滑れるらしいんです、ね、普通ナイターの時はパーク閉まりますよね。まあ閉めますよね、はい、ディガーさんたちもまあ閉め作業して帰りますよ ね、 そうですね。ここはなんと、はい、夜の間もパークを滑れる。企業努力よ。企業努力。いいこと言いますね。夜ナイターでセクションが入れるゲレンデってなかなかないんですか？なかなかないです。我々今年いろんなスキー場行かせていただいてますけど、はい、ナイターゲレンデ初じゃないですか？企業努力ですよ。企業努力今日してきますね。本当に素晴らしい。企業努力覚えました、はい、というわけで皆さん、はい、こんなスプリングバレー泉高原のスノーパーク、はい、チェックしていきたいと思いますんでよろしくお願いします。企業努力。企業努力。笑いんかい。はい、というわけで皆さん、はい、初めてのゲレンデで、はい、我々2人だとちょっと心配なので、はい、ここスプリングバレー泉高原のディガーでもあります、はい、佐野文武くん。ふみふみ。あ、ふみふみ。で、あのその奥ね、私と同じ同郷栃木県宇都宮から連れてきました、はい、今回ねカメラマンで参加してくれてますミッチー。なるほど。あ、同郷ってことはじゃあドヤンキーってことですか？まあそういうことですかね、はいはい、何年か入ってるんですかね。もしかすると僕が知らないだけで。そういったメンバーでスプリングバレーからお送りします。あと1まで来ましたけれども、はい、あ、皆さんまずい。見てください、初級者飛ぶべからずって書いてある。はい、じゃあ板外します。ねえ、岩さん帰ります。どうしよう。ありがとうございます。怒られますもんねこれね。さよなら。あ、さよなら。気をつけて帰ってください。さよなら。ありがとうございました。おいおいおい。はい、だいぶ長くやってくれるんですね。誰が初心者だ。余裕余裕。余裕ですか？ダメじゃないよ、飛んでやりますよ、はい、まあ見てろ本当に。行きますのし。ありがとうございます。それではディガーズ代表佐野くんお願いします。プレデターみたいな頭してくる。大丈夫？ミレニアム部5メーターキッカーからの5メーターキッカー。さあ、岩さん来ますよ。大田プロ所属、芸歴20年。岩ちゃんが行った。よいしょー、ナイスメイク。やったーやったー、岩さんナイスイエーイ。よっしゃー。ダッチは今、ダッチは揉めてますね。揉めてます。お、9.95。 よっしゃー。ファイブありがとう。な、あ、じゃあショーン・ホワイト的なポジションなんですね。どう乗ったらいいんだろうと思って。ありがとう。やったら着地地点が見えて安心しましたよ。ショーンさんってことですね。なるほど。確かに白いもんな。岩原ホワイト。やりました。岩原ホワイト、おめでとうございます。ありがとうございます。大きくゆったりぶっ飛べます。セリリングなエアーをあなたにビッグキッカー。あ、やってるやってる。東北でもやっております。まあ楽しそうですけどね。はい、泉茂。いやいやいや、泉高原、泉屋さんでしょ。それも間違ってるし、中途半端に。あ、あ、ナオさん、あ、なんとレプレゼン東北女子ナオカルライド。こんにちは。ローカルさんなんですよね。元ローカルで。元ローカル。福島から今日は。今日は福島からちょっと。プラット。はい、プラット。まあでも僕もローカルなんでね。え、いや、あのさっきスキー場の名前もまともに言ってなかったですよね。ローカルの先輩に対して挨拶がないなと思って。なんかいやいや、一番新人でしょあなた。じゃあせっかく合流してもらったんで、ビギナーパークとかも紹介してもらいます。しー。さあこちらがルーキーズパークでございます。俺の試合の。いや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 、こちらハイクアップでの利用もかということで。ハイクアップは断ります。いやいや、いいって書いてあるでしょ。疲れます。いやいやいや、まあ疲れるのはあなた次第ですけど。じゃあこれは何があるんだろうな、セクションは。サイドボックスだろう。
ローもありましてですね、センターインで入りやすくなっております。あ、なるほど。あとミニキッカーもあります。ミニキッカーも、はい、まあバックセブンぐらいは。いや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 、はい、嫌な予感がしますよ、はいね、やったでしょあなた、はい、痛い目あったでしょこういうので。悲しみのハイカップも可能ですので、はい、ぜひ皆さんご利用くださいのし、ご利用くださいのし。え、リバーさんってことはここのパークを作ってる皆さんですね。じゃあパークの遊び方とか見せていただきたいですね。ルーキーズパークもあるよ。リバーさんお願いします。おー、かっこいいね。楽しそう。ルーキーズパーク毎日レッスンやっております。なるほど。へめへめ。ねえ、スプリングバレーはナイターでもジブレーンがあるよ。あるよ。俺が教えた通りに頑張れよ。いや、そんなシーン見たことありませんけどね。シェルターワイドボックスからのティーボックスからのナローボックス、そしてカーブボックス。サイワさん来ますよ。スプリングバレーナイタージャンプ。おえー、ナイステイク。下？してました？ちょっとスローで見てみますか。スローでどうぞ。いやー、いやー、あー、してないんじゃないか。これは怪しいのしー。それではナイターパーク行ってみましょう。お願いします。ダウンベールティーボックス、チューブトレイル、カーブボックス、ウォール。これがスプリングバレー泉高原ナイトパークです。最高だ、お前ら。オッケーだ。さあ来るぞ。エクストリームバズーカレール。サイワさん来ますよ。人生初ナイターウォールトライでしょう。サイワさんやれんのか。さあ来い。来た。おー、やったー。イエーイ。はい、というわけで、いやー、見ましたか私の壁。あ、ウォール。そうですよ、見ましたよ。もうショーンも喜んでくれてます。あ、ライバル、はい、あれ、あなたがショーンじゃない。グッドジョブって言ってくれます。いやいやいや、さっき歩む良かったって言ってた気がするよね。絶対曖昧だな。嬉しい。あ、嬉しいの。ありがとうございます。というわけで岩さん、はい、すごいでしょ。仙台のあの大都会から車で40分、ナイターでパークも滑れちゃう。あとね、インスタ映えが流行ってるじゃないですか。はいはいはい、まさにね、これ光でね、はい、インスタ映えますよ。映えまくってますね。ぜひね、撮影してもらいたいですよ、ね、我々も今日だいぶ美男子に映ってますからね、おそらく。というわけで、はい、スプリングバレー泉高原、はい、皆さんお越しください。待ってるよ。待ってます。バイバイ。よろしくお願いします。